寒い季節や梅雨の時期はガラスが結露しやすくなります。掃除も大変だし、水滴だから害はないのではと放置されていませんか。結露したガラスを放置しておくと、住宅や健康面に様々な弊害をもたらしてしまうことはご存知でしょうか。今回は結露について深掘りしていきましょう。結露は窓枠や窓近くの壁紙、カーテン、カーペット、家具、フローリング、畳などの汚れやシミ、腐食、傷みの原因となり、ひどい場合、柱や土台などの木材を腐食させ、住宅の寿命を縮めてしまう恐れがあります。また、マンションなどの気密性が高い物件になると、隙間がない分、空気中にある水分の逃げ場がなくなってしまい、窓の周辺に限らず、壁際に設置した家具の後ろの壁や、締め切っている押し入れの壁が結露したりするケースも発生します。もし、そうなった場合はお部屋の湿度がかなり高い状態だと考えられますので、まずは換気扇を回したり、日中の暖かい時間帯に窓を開けるなどして、換気をすることをお勧めします。毎日の結露拭きをやらないといけないという精神的ストレスはもちろんですが、そのまま放置してしまうとアトピーやアレルギー、喘息を引き起こすダニやカビの温床になってしまいます。家族の健康や大切なマイホームを守るためにも、結露発生のメカニズムを知り、結露対策を行うことが大切です。結論からお伝えすると、室内の湿度を抑えることにつきます。具体的には、換気をすることと、窓の断熱化をすることで、その相乗効果で、室内の湿度を抑えることにつきます。